山下事務局の杉浦です。今回はザックの最新情報について聞きに来ました。今年のザックの販売現場では例年と違う何かが起きているということです。それでは行ってきます。それでは酒屋スポーツエコープラザ店の横田さんにお話を伺います。横田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今年のザックの販売の現場では何かが起きているということで、はい、その何かって何が起きてるんですか？そうですね、今年、はい、まあ、各社非常にこう新作が多いのがトピックスなんですけど、ちょっと入荷が遅れてるメーカーなんかもあるんですね。まあ、ただそんな中でも新作入ってきてるメーカーなんかは、まあ非常に売れるスピードが速くてですね。じゃあ普段は4月ぐらいとかに出揃うんですか、はい、新商品っていうのは。そうですね、3月4月がだいたいピークですね。長いと3ヶ月もずれ込んでるっていうことなんですね。そうなんですよ、はい。でしかも入ってきたら結構すぐなくなってしまう、はい、ということなんですね。そうですね、やっぱり新作は皆さん、はい、まあ、狙ってるのか。そうですね、はい、あったって言ってこう買っていく人も非常に多いので、足が速いですね。はい、じゃあやっぱり見つけたらすぐ買うとかした方がいいんですかね。こっちとしてはなんかやっぱ悩んでお店に行く人もいると思うんですけど、はいはい、それはいつもの年よりかはもう気になったらすぐ買った方がいいですか？ある程度決めてるんであれば早めの方が、特に新作なんかは手に入れるんであれば早めの方がいいのかなとは思います。特にあの生産数がそこまで多くないですね、ここ数年。あ、そうなんですか。そうなんですよ。なので一回売り切れてしまうと、はい、まあ、半年待ちとか。あ、じゃあシーズン逃しちゃうぐらいになっちゃう、はい、ということですか。そうですね、なので早めの方がいいと思います。わかりました。こういう参考に使いたいよっていうことで悩みを持ってきたとしても決断は早くっていうことですね。まあこれがいいなと思ったら、そうですね、なるべく早めの方がいいですね。わかりました。なんかちなみにお目当てのザックが店頭に入ったよとか、はい、今まだ何個あるよとか、はい、そういう情報があるとなんか買うとき安心かなって思うんですけど、はい、そういうのってどうやって知るんですか？あの新作については、はい、まあ、うちの方のインスタグラムですとか、あのブログなんかに入荷情報、はい、まあ、全ての商品なかなか手が届いてないんですけど、うんうんうん、あの載せてるのと、まあ、あとはお電話で問い合わせていただければ在庫状況ですね、詳しくお話しすることもできますし、この日に行きたいんだけど取っておいてっていうのであれば、あのお取り置きなんかもできますので。そんなこともできるんですか？そうですね、はい、わかりました。先ほどあの今年は新商品が特に多いっていうふうにお伺いしましたので、はい、酒屋スポーツのおすすめの新商品っていうのを聞いていきたいと思います。はい、はい、それでは、まずは大型ザックからです。こちらです。大型ザックおすすめ1商品目ですね。はい、こちらはこちらのグレゴリーのバルトロの65リッターに、はい、65リッター、はい、テント泊とかそういうのよ。そうですね、テント泊でも 2,3 泊まで行ける容量になってきますね。はい、バルトロシリーズは今までも人気があったんですけども、そうですね、まあ、今年リニューアルしまして、まあ、65リッター2230グラム、まあ、あの大型ザックの中でも比較的少しこう軽めの方かなと、まあ、しっかりしてるザックでも軽めの方かなと思います。はい、リニューアルしたあのポイントとしては、こちらの袋側というよりかは背面ですね、この背負う側がフルリニューアルしまして、はい、非常にこうフィット感がよく背負いやすくなったのが大きな変更点になりますね。もともとグレゴリーは背負い心地重視のザックっていうのは聞いているんですけども、はいはい、それの背面のところをさらにこだわって帰ってきたという、はい、そうですね。まあ、特に大きく変わったのがこちらのウエストベルトですね。はいはい、今まではランバーパッドっていう腰のパッドと右と左のパッドがそれぞれ独立してたんですけども、見ての通りこう右から左へウエストベルトがパッドが1枚になったんですね。はい、一体化してますね。そうですね、そうすることによって腰のこの丸みに対してウエストベルトがしっかり合わせてフィットしてくれるので、腰への荷重っていうのがより大きくなったんですね。腰に荷重がしっかり乗ってくれると肩が楽になりますので、どうしてもこう肩が痛くて辛くなるとか疲れてしまうっていうのも防げるようになりましたので、まあより疲れにくく安定して背負えるカバンにリニューアルしました。確かにあのこんだけの容量で重さも十何キロってなってくると、はい、どうしても長距離歩くと肩と腰の負担っていうのは強くなってくるので、
これ形からしてもかなり包み込む感じ の、 そうですね、はいはい、厚めのパッドなので、はい、これは腰でしっかり背負うっていうことはやりやすいかもしれないです。そうですね、はい、まあ、あとあの背面が今までちょっとやっぱ厚かったんですね。フィット感が良くて良すぎて厚かったのを、まあ、ここまでメッシュにして通気性を確保してよりこう快適にしたのと、ポリジンっていう抗菌防臭加工をした素材を使ってますので、まあ、長期使った時にどうしてもその汗でこう匂いが出てくるとかっていうのも比較的こう抑えられるようになりましたので、はい、まあ、快適に背負っていただけるようになってますね。あ、そうですね、はい、なんか大型サックってやっぱりお値段もある程度高いんで、できるだけ長く使いたいなって思うんですけど、はい、まだまだあの綺麗なのに浅くなって諦めるっていうことが過去1回あって、はいはい、なんかそれがなくなるのかなっていう期待がありますね。はい、はい、まあ、あとはその人のこう体型に合わせてウエストベルトの長さがこちらでこう変更できたりだとか、あと微調整ですね、背中の長さの微調整がここでできたりだとかっていうのもありますので、まあその人の体格ですとか、まあ着てるものですね、フリースにジャケットを着た時と T シャツの時とやっぱり体の外周が変わってきますので、まあそういう微調整なんかも現場で素早くできるっていうのはいいところですね。より個人個人に合う形、場面場面に合う形にじゃあ調整ができますね、はい、そうですね、はい、まあ、あと袋側に関しては、はい、まあ、大きな変更点ないんですけども、やっぱり人気なのがフロントのフルオープンですね。ここが大きく開きますので、あの、まあ、荷物の出し入れですね、はい、なんかは非常にこうしやすくていいですね。で2機室構造になってますので、はい、まあ、テントとか寝袋なんかはこう下に入れていただくように下からのアクセスなんかもついてますので、まあ、使い勝手もいいですね。でも前のポケットも大きいですね、はい、そうですね、まあ、比較的こう大きいので、はい、まあ、脱いだウィンドブレーカーですとかグローブだとか帽子なんかをこうパッとこう入れていただくのにも使えていいですね。細かいところが全部行き届いてますね。そうですね、はいはい、もうおすすめポイントが多いのでやっぱりお客様も納得されて買われる方が非常に多くなってます、はい、分かりました、はい、おすすめ新商品の2つ目、大型ザックですね、こちらになります、はい、こちらのミステリーランチのブリッチャー55という商品になりまして、はい、まあ、こちらの商品はリニューアルというよりかは全くのその新商品になってます。あ、そうなんですか、はい、今までなかった、今までなく、はいはい、新しいの、全くの新しいモデルになります、はい、まあ、特徴としては55リッターで、はい、まあ、2400グラムになるんですけども、まあ、ミステリーランチって比較的こうちょっとミリタリーっぽい、あ、そうです、生地がしっかりしていて丈夫なんだけどちょっと重たいっていうイメージが非常に多かったんですけども、はい、まあ、それをちょっと一新しまして、はい、あの背負いやすさを残しながらザックの本体重量をこう少しこう軽量化して、もう少しこう軽快に歩いていただけるようにらしく出たモデルですね、はい、なんか確かにあのミステリーランチのこの生地とかもすごい、あの、はい、コットンみたいな風合いの分厚い感じのイメージがどうしてもあるんですけど、はい、まあ、剛健で、あの、どんだけ雑に扱っても大丈夫みたいなイメージ。でもこちらはナイロン系のすごく軽そうな生地にはなってますね、はい、そうですね、表面なんかも、うん、あのリップストップでこう軽量な素材とかを使ってるんですけども、あのボトムとかトップなんかこうぶつけやすいところに関してはあの生地しっかりしたものを使ってますので、強さもありながらこういう軽量な素材も合わせて使って総合的にこう軽量化した感じですね。いいとこ取りですね。そうですね、はい、まあ、使い勝手なんかも上下2機室構造なんですけども、まあ、フロントが大きく開くフロントアクセスのファスナーもついてまして、あと特徴としてはあのミステリーランチに非常に多いこのボトムのアクセスファスナーですね、はい、こちらの通常ですとこういうアーチ状のファスナーであの開け閉めするメーカー多いんですけども、あ、そうですね、はい、どうしてもこうまっすぐもともと作られているファスナーを曲げてそこに縫い留めているのでよじれてしまったり、内側と外側のその差でファスナーがこう動きづらかったり噛んでしまったりってよくあると思うんですよ、はい、よくあります。ここすごいストレスになりますね、はい、そうですね、なかなかこう開かない、閉まらないってあると思うんですけど、ミステリーランチの場合はこちら開けていただくと一文字の横一文字のファスナーになります。でこれ開けていただくとここの三角形の余分 の、 あの布があるおかげでガバッと大きく、まあ、ガマ口のような感じですかね、大きく開きますので、まあ、あのテントとか寝袋ちょっと大きいものの出し入れなんかも非常にこうしやすくなってます。で
荷物入れましたら、はい、この縦方向のストラップでぐっとこう絞り込んでいただくと、ファスナー同士がこう寄ってくるので、生地が寄るので、まあ、締める時もスムーズにスッと締められる、まあ、ストレスフリーですね。本当使う時のことを考え抜いてやられてますね。そうですね、非常にここは便利な、まあ、使いやすいファスナーの構造にしてくれているので、皆さんこれ見るとこれ使いやすいねと、はい、ちょっと感動、そうですね、はい、感動するしますね、ポイントでもありますね。はい、あ、本当他のメーカーにはない、これはないですね。そうですね、はい、まあ、あとやっぱりこう大きな特徴としてはミステリーランチのこの背面のシステムですね。はい、まあ、ミステリーランチはショルダーヨークとかいうふうに呼んでるんですけども、このショルダーベルトの付け方がですね、背面パッドがこうあって、そこからショルダーベルトが出るんではなくて、背面パッドとショルダーベルトがこう一体になって、背中がこう前傾姿勢して山道を登っている時、下っている時に合うような形でぐっとこうせり出してくれているので、体のこう動きを妨げずに、まあ、自然な形でこう前傾姿勢でこう歩いていけるようなこう背面のシステムになってます。確かによく見る他のザックはこっちとこっちがピタッとくっついてる、そうですね、はいはい、イメージのものが多いんですけど、かなりの前傾までいけるんですね。はい、そうですね、でこう前傾でしっかり体に合わせた後に、トップスタビライザーでザックをこうグッと引き寄せていきますので、まあ、ちょっとこうバランスを取らなければいけない時なんかは少し強めにこれを引いてあげる、あんまり強く引くとパッと浮いてしまうので、少しでいいんですけど、少しちょっとこう寄せてあげる、でそれ以外のところは少し緩めに締めてあげて、体の自由度を少し大きくしてあげると歩きやすくなりますね。確かに、なんかこの肩にくっつく部分とこのザック自体の荷重が離れてしまうと、こう遠心力、はい、がかかった時にこの重みに振られて、はい、体が振られちゃうっていうようなイメージがあるんで、はい、そこがちょっと今心配だなっていうふうに思ったんですけど、はい、じゃあ、危ない箇所をこれから行くよみたいな時は、はい、これをキュッと締めた方がいい、ね、そうですね、まあ、通常こう締めてる、まあ、このぐらいのから、まあ、本当に気持ちですね、少しこう引き寄せてあげる、もう少しこう体に寄せてあげるっていうぐらいでいいと思います。わかります。はい、で逆に体に沿わせてちょっと楽したいなみたいな時は、はい、緩くしておく。そうですね、ゆるゆるはダメですけど、はい、まあ、さっき締めた分ぐらいを緩めてあげるといいと思います。ここはかなり自分の体とか状況に合わせて使いやすいっていうことですね。そうですね、はい、まあ、あと今見ていただいたようにこのショルダーヨーク、はい、ショルダーベルトに大きなポケットがついてます。これトレランのザックのみたいですね。そうですね、ベストバッグみたいな、はい、ボトル入れていただいてもいいですし、はい、あと行動色入れていただいてもいいですし、うん、非常にこう使いやすくなってますね。まあ、ウエストポーチとかそういうものをつけなくてもここで全てが済んでしまう、はい、ということですね。完結、はい、します、はい、最近スマホも結構大きくなってきてるんで、そうなんですよね、はい、そう、なんかズボンのポケットとかに入れると干渉して動きづらかったりするので、はいはい、このぐらいの大きさっていうのは本当にありがたいですね。そうですね、ウエストベルトのポケットでどうしてもこうウエスト締めるとカーブしてしまって、大きいスマートフォンとか、はい、コンパクトカメラとかが、はい、まあ、入りにくかったんですけども、はい、まあ、これの場合ですと少し大きめのスマートフォンとかでも十分スポッとこう入る大きさになってますので、使い勝手はすごくいいですね。なんか私こういう大型ザックでこういうのついてるのあんま見たことないかなって思います、はいはい、なんかそれこそトレランのザックは本当によくついてるなっていう印象なんですけど、はいはい、そうですね、もう本当今年ぐらいからですかね、こう大きいのでもつき始めたのは、まあ、ただ全てのメーカーではなくてですね、うん、やっぱりミステリーランチはこう早いですね、こういうところ流行に敏感なんですか。そうですねすごい、はい、いろんな特徴があるザックですね、はい、そうですね、はい、ブリッチャーご紹介おすすめです。はいはい、じゃあテントを泊くに行きたいなっていうふうに思われている方はぜひこれもご検討ください、はいはい、そして次は、新商品のおすすめザック、今度中型の1個目ですね、はい、
こちらオスプレイのストラトス36リッターになります。36リッターで1480グラムなので、ものすごくこう軽いわけではないんですけども、非常にこう特徴のあるザックになってまして、今までもストラトスシリーズあったんですけども、背面がリニューアルしまして、よりこう背負いやすくなって、新発売されました。このぐらいの大きさだと、山小屋泊とかぐらいですか？そうですね、36リッターなんで小屋泊 1,2 泊ぐらいで使っていただくといいと思いますね、テントもギリギリいける感じですか？結構こうコンパクトに揃えてる人だと、たまにこれ35リッターぐらいでも行ってますっていう人はギリギリぐらい、ギリギリじゃないですかね、パンパンでいくっていう感じで、大きな特徴としてはこの背面なんですけども、これから その夏のシーズンに非常にこう快適なこう背中がメッシュで開いてるタイプですね。熱がここに背中にこもりませんので、非常にこう快適に背負っていただけるタイプになります。でリニューアルの点としては、今までこの背面調整をした時に背面のここのパッドとショルダーの間にちょっとこう段差ができてたんですけども、今年はですね、このショルダー、要は肩の付け根の部分を上下することによってその段差をなくしたのが、一つの大きな特徴ですね。ここにトグルが入ってますので、これを外していただいて高さをこう調整する感じですね。これは調整は結構簡単ですか？簡単ですね。ここをプラスチックのパーツを外していただいて高さを変えてまた入れ直すだけなので非常にこう簡単にできます。なんかワンタッチとはいかなくても、ツータッチぐらいでこうできちゃうみたいな感じですね。そうですね。早朝なんかは寒いんでいっぱい着込んで、そういう時には少し1個上げておいて、日中暑くなったんでこう T シャツとかちょっと薄着になったっていう時には1つ下げてみたいな調整が、現場ですぐできるのはすごくいいですね。そうですね。背面調って1回決めたらもう動かさないようにっていうぐらいの勢いだと思ってたんですけど、こんだけ簡単なら結構調整がしやすいかもしれないですね。あとこちらストラトスもやっぱりこうウエストベルトがこうシームレスで、ランバーパッドとウエストベルトではなく1枚で成形してますので、非常にこう腰にこうグッと巻きついてきてくれて、腰荷重でしっかりこう安定して背負えるザックになってますね。なんか腰のところもかなりメッシュで、こう通気性が良さそうな感じなんですね。そうですね。やっぱりどうしてもこうズボンの後ろ、腰の上の部分にこう汗がたまりやすいですし、なります。非常にこう暑いところなので、そこもしっかりとこう熱をためないようにしてますね。ショルダーベルトもじゃよく見ると中のパッドが肉抜きされててですね、風が通るほどまではないと思いますけども、熱を逃がすように、工夫されてます。本当に快適さっていうところ、背負い心地もこういった汗みたいなところも気を使ってもらってるようなザックっていうことですね。そうですね、なるほど。正面側の使い勝手としては、下からも出し入れできる、二機室構造なのと、あとサイドからアクセスできるファスナーがこちらについてますので、ちょっとここだけ雨具出したいとか、何かこうフリース出したい、防寒着出したいとかっていう時にはここから出していただいてもいいと思いますね。わざわざ雨蓋を開けなくていいのは楽ちんですね。そうですね。あとオスプレイが、多分発祥だと思うんですけども、ストックをここにこう斜めに脇にこう刺せるようになったストラップがついてまして、侍みたいな感じの刺し方。そうすることでザックをいちいち下ろさなくても、ここにストックを取り付けることができるので、ちょっとここ鎖場で両手開けたいとか、写真撮りたいからちょっとストックどうにかしたいとかっていう時にパッと腰につけていただいて、脇につけていただいて、両手を開けていただくっていうのもすぐできるのは、これすごく使い勝手が良くておすすめポイントですね。ここはやっぱり評判がいいとこなんですね。これそうですね、すごく評判がいいですね。確かになんかストックをその辺に置いてとか、脇にこう抱えてとかで横着する時があるんですけど、そういう時ほど危険な目にあったりするので、本当にこれは大事ですね。そうですね、おすすめ新商品の中型ザック2個目です。マムートのリチウム30リッター、30リッターにしては910グラムと非常にこう軽量にできているのが、特徴です。今年のこちらもこう新作になってまして、非常に人気が
高いモデルになってます。見た目が可愛い。そうですね、あの女性にも男性にも非常にこう人気がありまして、はい、ちなみにこちらちょっと女性をモデルになるんですけども、そうなんですね、はい、実はあの男性用モデル昨日まで在庫あったんですけども、はい、あっという間に売り切れてしまってですね。本当ですか。すいません、あの今日は女性用でご紹介させていただきます。やっぱり早いんですね。そうですね、こちら早いですね。あ、はい、でまあ、特徴としてはその30リッターで 910g っていうその軽さと、はいはい、まあ、そうですね、軽いんですけどもしっかりとこうフレームを入れてますので、まあ、体に沿って座からこう立ち上がってくれて安定して背負えるのが特徴です。しっかりしてますね。そうですね、30リッターはまあそこまで大きくないので、うん、あのこのザクの場合はまあ一機室一部屋で、はい、作ってます。まあ、ただあのフロントに非常にこう大きいポケットがついてまして、まあ、脱いだジャケットですとか小物なんかはここにスポッとこう行動中入れていただくこともできるので使い勝手も非常にこういいですね。そうですね、かなり大きいですね。そうですね、なんかしかもこの荷物が少ない時にこの後ろからこう引く感じなんですね、はい、すごいピタッとちっちゃくなりそうな。そうです、はい、ポケットの容量の変更もあるんですけども、はい、背中側から引くことによって荷物が少なければぐっとこうザックをこう薄くできるので、うん、あのよりこう荷重が体側に寄ってくれてバランスよく背負えるのも特徴ですね。あと背面ですね、はい、背中が背負う面に関してはなるべくこう通気性を良くするためにメッシュを使っているのと、芯材にこうブロック状にこう 1,2,3 箇所パッドを分けてますので、まあ、なるべく背中の熱をこう外へ出すようにしてくれているのが特徴ですね。空気の通り道っていう。そうですね、しっかり重心を体に寄せながら熱の放出口を出して空気の通り道を作ってあげて、快適に背負っていただけるようになってます、うん、あと、まあ、最近もう多くなってきたのはこのウエストベルト の, そのポケットですね、はい、もうこちらマムトのリチウム30の場合は左側にメッシュのちょっと大きめのポケット、うん、大きいですね。そうですね、こちらボリューム感があるポケットなのでいろいろ入れられます。で右側はですねメッシュのこういうスルーポケットですね、特にこうファスナーで閉じてはいないんですけども、うんあのまあ、チケットだとか、うんまあ、ちょっとした小物のティッシュとか、はい、ハンカチとかパッとこう入れられるようなメッシュのちょっとストレッチポケットがついてます、はい、であとはですね最大の特徴が左側のメッシュのポケットを開けていただくとスマートフォンを入れるポケットがピロンとこう出てきますので伸びた。そうですね、どうしてもこうポケット曲がってしまうとそういう硬いものを入れづらいんですけども、あ、まあ、こう縦に入れることによってスマートフォンもスッとこう入れられて、まあ、ファスナー閉めていただければ落とす心配もないので。なるほど、はい、まあ、ここちょうど横この辺りになりますので、はい、足の上げ下げにはこう特にこう邪魔にもならないですし、うん、まあ、取り出しも非常にこうしやすい場所になってますので、まあ、これなんかも他のメーカーにはない特徴で選ばれる一つの要因にもなっていると思いますね。これいいですね。そうですね、なんか最近 の, あのスマホの大きさにちゃんとついていけるトレンドのザックかもしれないですね。そうですね、はい、面白いな、はい、まあ、通常こうバックルがこう2本ついてるものが多いんですけども、確かに1本締めっていうのが少しこうクラシックな感じがして、まあ、この見た目の可愛さで女性なんかにも人気ですね。私もあの一番最初の第一印象可愛いっていう感じ、はい、まあ可愛さだけじゃなくて今教えていただいたような機能も満載ということ で, そうです、ね、これは私も結構気に入ったザックかもしれないです、はいはい、以上、今年の新商品の中でのおすすめザック4つでした。で、今日ちょっとご紹介しれなかきれなかったあの新商品のザックもあるということなんですけども、まだちょっと入荷が遅れているっていうこともお聞きしていまして、はい、まあ、それが6月までだんだんと入ってくるっていうことでしたので、あのぜひあの店頭の方に来ていただいてチェックしていただけたら、はい、新しい出会いがあるかもしれないですね。はい、あの皆さんもぜひご興味ありましたら来てください、それでは、また次の動画でお会いしましょう。またねー。